にちは、ぼくんゲームです。ウイリアプリ2021動画やっていこうということで、今回はですね、ウイリアプリ2021初の5バック練習やっていきたいと思います。ずっと待ってた監督がね、ようやく来てくれました。5212のね、パウロ・ソーザ監督を使っていきます。攻守バランス取れてて、中盤3枚が全員 OMF も可能という、そしてカウンターのね、数ヶ月待ってようやく来たんで、もう嬉しすぎるね、本当に。この力があるセンターバックを集めました。オトマン、ルーベン・ディアスにね、フォファナ、さらにソル・ギャンボーもね、ここに控えてるということで、まあ、調子が悪くなったらソル・ギャンボーがカバーするという、このね、もう本当に無限の壁をね、確立しているので、今回は初めての5バック。早速、がっつり試合やっていきましょう。ウイリアプリ2021もうすぐ終わりかけのところで獲得しましたからね。おラッシュフォー絶好調。これはラッシュあるね。最高の戦いを見せてくれ。個人的にね、やっぱ5バックはね、めちゃくちゃ強いと思う。完全にね、初めてのお使いですよね、これ。てーてて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 てカカとラッシュとこのロナウドの関係性トライアングル強いなぁ。ファイバックパウロ・ソーザカウンターショートパス。でも初めてのお使い気分でやっちゃうんで、どんどんいきます。そこを囲む、サンキュー。うまい。いやー、これこれ、このね、ファイバックの5枚の硬さよね、やっぱ強いよな。さあ、ここはラッシュ行く、ラッシュ行きますか、これで。うわーしょよいしょよいしょよいしょしょいしょいのしょい。近所のね、八百屋さん、そしてお肉屋さんに行ってる気分だよ。もうね、初めてのお好きな BGM が頭の中に流れてるもんね。てててててててさあ、ここで連打祭りからの、さらに連打祭りからの連打祭り。いや、連打祭り欲しい。ぜひね、初めてのお使いを見てほしいですね。初めてのお使い本当に感動する。毎回涙なしでは見れないね、あの番組は。さあ、ここラッシュ、ラッシュフォーズ、はい、ラッシュフォーズドレッピング。カカ、いやほー、ロナウドのおしゃれなシュート。あー、ちょっと初めてのお使い、初めてのお使いって言ったら絶対に失点しないという理由があるんだ。鬼のフラグを回収しました。見事なフラグ回収でしたね、今のは。ネイマール、よいしょ、ヒールシュート、完璧よそれ。よいしょ、もうね、みんなの個性が爆発しますね。パウロ・ソーザにより覚醒されております。ラウド、ネイマールのおしゃれシュート決まってね、全5系4得点。ネイマールのね、ドリブルからのおしゃれシュートも決まりましたね、これ。いやー、ここ最高でした、この2枚を抜く。パウロ・ソーザ5バックでみんなの個性が生きている。まだまだいきましょう。5バックでね、ガッチガチにガッチガチにガッチガチに守りたいんだ。ガチガチにね、ガチガチに守りたい。さあ、お、ちょっと待って、これ川島さん絶好調ですよ。さあ、ここはどう来る。いやー、ただ5バックやっぱ硬いね、これ硬い。ここがね、なんか普通だったらあそこ多分無理なんですよね。よいしょー、ロナウドで、フリットのいい、よいしょー、フリットー、フリットー。いやー、ロナウドはね、やっぱ打ってきますよね、あれ。サンキュー、川島エイジ、エイジ川島。レジェンドフリットがね、やっぱ強いっすね、これ。さあ、どうする?ダブルタッチからのキャンセルループ。このオプションがついてますからね、フリットには。やっぱね、普通の人だったら多分気づかないと思う。ダブルタッチ、え?フリットダブルタッチあるの?みたいな。初めてのお使いばりにやっぱ気づかないよ、これ。さあ、ここでこれ、ナイスボトマン、ボトマンやべえな今の。
マリオストライカーズのスライディングぐらい。このね、5枚の壁が厚いですね。やっぱ無限の壁みたいに稲妻イレブンで言う。うまいとこ来るね。しかしアルフォンゾのデイビスさんは強いです。さあ、そしてここが空いていく。ファイバックカウンター、エッジターン、よいしょ。これもダブルダッチキャンセル、レブが強い。さあ、ということでパウロ・ソーダのね、このボールダッシュからの得点までの流れ、名付けて初めてのお使い、ファイブバックカウンターですね。これが刺さっていくとかね、まだまだ影響しよう。ようやく巡り合えたファイブバック監督に感謝でございます。ドリブル、そして守備、攻撃、ファイブバック、ありとあらゆるファイブバックの良さを見たい。ネイマール、オッケー、フリーキックじゃないこれ。よし、来た。これはちょっと狙いますよ、フリーキックで。ドリブルで隠したフリーキックは完璧な位置にネイマールなら決めることができるんだ。このコンボはもう王道、ネイマールの王道。しっかりとドリブルを仕掛ければファールをもらえて、そこからのねコンビネーション。これメッシはコントロールカーブの可能性もあるんで、左足を消していきます。まずやっぱ左足を消す。イエスイエスイエス、アファイアボルツァ。カカだね、今のはカカの良さが出た。さあ、ここはね大丈夫、これですよ。変える、これ。うわ、いいボール。いやー、もうねどこにもいるもんね、センターバックが。この辺はもうねしっかり守っていくよ。オッケーオッケーオッケー、やっぱ人がいるから、5枚の人がいますから、そこに。さあ、ということでここでね、後半途中、お相手終わりパターンですかね。初めてのファイブバック、めっちゃ楽しいですね。お次ラスト、いきましょう。ンビー、シリキンボー、どうしようかな、クライフ入れちゃうか。もう初っ端からいきましょう。初っ端クライフ。じゃあ、行こう。パウロ・ソーザ監督、楽しませてくれますね、本当に。やっぱりこのビエラの存在とかもね、相当でかいですね、中盤。オッケー、これ、インターセプト。今のもファイブバック独特というかリズムね。開いた、これをねファーにぶち抜く。よっしゃい、これをねファーにぶち抜く。よっしゃい、 CR7 だよあれ。いや、いいボール、ロナウド。ガチ強、ガチ強すぎる。もっと早く出会いたかったね、パウロ・ソーザ監督に。よし、クライフルーレットからの落ち着きを見せようとしたが、もうここもディフェンスレベンジャス強いな。もう全部マジックですもんね。はい、ということで今回はウィリアプレイ2021ラストの時期にはねなってしまったんですが、ずっと待った難決を待ったパウロ・ソーザ監督をね獲得して、オンライン戦5バック初使用。5枚のディフェンス、守備力はもちろんなんですけど、攻撃力もね、もう火力あふれる強さ、本当に楽しかったね。またいろんな動画出していくので皆さん遊びに来てください。また視聴の分ご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では皆さん、また会いましょう。ドスクイプレイプー。